ルーシーあらすじ。ルーシーっていうアメリカ人女性がいて、大学生、台湾の大学に留学してるんですよ。でその台湾で出会ったリチャードっていう、まあ、同じくちょっと遊び人な男の子と出会って、もうなんとなくでこう付き合い始めるわけですよ。で付き合って1週間くらいなんですけどね。なあ俺と付き合わね？いいけど。付き合ったリチャードにね、頼まれ事するんすよね。その頼まれ事っていうのが、ここにでっかいホテルがございます、ここに泊まってるちゃんっていう人にちょっとこのケース届けてくんねって言われんのね。え、中身は怪しいなーみたいな。めちゃくちゃ怪しいんすよ。そんな怪しい依頼やってられっかよって断るんすけど、ちょっと半ば強引に行かされちゃうんですよね、ルーシー。なんかこうやって手錠つけられて、でその手錠とこのケースをこうやって固定されて、じゃないとお前このケース持ったまんまだぜとか言われて、行かされるのもうしょうがないわねみたいので、でもうしょうがなしにね、ホテルのフロントに行って、すいません、チャンさんっていう人に会いたいんですけどみたいな受付してて、でそれをこっそりここで彼氏のリチャードはこう窓越しに、窓ガラス越しに見てんの。したらボーン、リチャード後ろから拳銃でバーって撃たれて即死で、ルーシーもね、後ろからたくさんのスーツ姿の男たちがやーってやってきて、やーってやって連れてかれて、ホテルの上の階にやーっつって、やーっつって連れてかれて、でそこにね、要はそのチャンっていう人が偉そうに座ってんすよ。うん、偉いですって言って、で部屋のなんか隣の部屋にはもう死んでるやつとかいて、いや明らかにこいつやべえやつだろみたいな。でね、アタッシュケースの中身パカって開けると、あの青い粉みたいなのが入ってて、これをルーシーの腹パカってかっさばいて、その青い粉が入った袋ごとその腹にぐすって入れられて、それでピピピピピって縫われて、でルーシーにお前これを運べって言うの。ルーシーの体を隠れ目のにして、こう麻薬を方々に運ぶみたいな、まあ麻薬の売人みたいな感じなのよ。頭に頭巾もバーってかぶされて、ああ何も見えないみたいな状態でもう運ばれるわけよ。でバーってつながれてね、椅子に、でもうどっかに監禁されるわけですよ。で見張りのなんか下っ端みたいなやつが2人いて、そいつがちょっとルーシーをエロい目で見てくるわけよ。お胸をサワサワみたいなしてこようとしたりして。だから、ルーシーがもう、ちょっと気分じゃないねみたいな、ちょっとなんとか抵抗するんだけど、もうその見張りのやつはそうやられたから、ふざけんじゃねえよって、おら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 、ルーシーの腹をボコンボコンって蹴るの怒っちゃって。で、ルーシーの腹、そんで、ほら、青い袋入ってるから、青い粉が入った袋。で、傷口があるから、それボコボコに蹴られちゃって、青い粉がですよ、その袋からじわーって漏れ出して、そしてルーシーのこう体内でボワーって青い粉が広がっちゃうんですよね。口どけたルーシーもそれでうわーって苦しみ出して、青い粉で、ほんでなんとですよ、あーれーあーららルーシーの体がビューって浮かび出して、もうこれがルーシーだとしたら、ブワーって浮かび出して、壁ズリ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 、天井、ジャ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 って天井の部分で、ブブ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 、もう苦しみ出すの、天井のところにひっついて、ペターって。ほんでバターンって気を失って、で、はーってまた目覚めて、したらルーシーね、あらゆる感覚がこう敏感になってるっていうか、視覚やら聴覚やら、なんかいろいろこう感覚研ぎ澄まされた感じっていうの、頭がクリアーになって、でさっきまでこうやられっぱなしだったマフィアの下っ端のやつらもね、ボコ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 、あばばばばば、ボコボコ、あばばばば、一方的にマフィアぶっ殺して、ふもんしれーっと脱出していくの。もう人が変わったようになっちゃう。ただの一般的な大学生のルーシーがですね、こうして謎のこう力に目覚めて行くんですけれどもねー、みたいなお話です。はい、こんにちは、貝柱です。バジルいただきます。ルーシーをこう体内からバーって変えてしまったのは、そう、青汁。いいドキュメンタリーだなと思ってた番組がさ、途中から、ああ青汁のこれ宣伝番組だったんだみたいなパターンね。このルーシーが摂取したものは、まあ新種の麻薬で CPH4、 これっていうのはもともとはあのお母さん、母親のこう体内で赤ちゃんできんじゃん。その時にこうできる物質があって、こう赤ちゃんに対しての体をこう形作る莫大なエネルギーの元になってるみたいなやつなの。核爆弾級のヤバさみたいなエネルギーが、その
その時に蓄えられるんですけど、それを人工的にこう作り出しましたよみたいな麻薬がその青い粉で、でそれがもうたくさん体の中にルーシー入っちゃって、脳が覚醒しちゃったわけですよね。人間の脳は普段はもう 10% 未満、もう数パーセントしか生きるのに使われてないんだけど、それの使用率がバコって上がって 10% の壁を突破していく。 10%、20%、30%、40%、 脳の使用率が上がって、そうすると人知のを超えた力が手に入ってくると、そして 100% に達すると、脳の使用率が達してしまうとさあというかなりね面白い。だから自分のなんか体の形もめっちゃ変えられるわけですよね。そのルーシーって金髪なんですけど、それを自在にこう黒髪にシュッて瞬時に変えたり、腕があのニコロビンみたいに、花々の実みたいに腕がペロンって2つ生えたりとかで、こうこの世のそのなんか生命の形、命の形みたいなのも見えたりだ。例えば木がズドーンって生えててさ、木って根っこがウニョウニョウニョってあんじゃん。で、そしたらルーシー目線で見ると、その生命のこの木の生命の流れが見えるっていうか、このブニョウニョからウニョウニョみたいな、ウニョウニョって伝われ要はもう生命のこのエネルギーの流れがスケスケなの、ルーシー目線から見ると。エッチめ人の脳みそ、記憶にもピッてアクセスできる。こいつが何を考えて、こいつが何を知っていてとか。で、そもそももうルーシーの脳みそもほぼ全能みたいになって、もう何でも知ってる。難しい計算式も余裕でわかる。1たす 1?2 みたいな。で、さらにその電波の波というか通信波みたいなの見えるわけ。携帯電話とかから伸びてる通信の線みたいなのがブワーってもうルーシーの目線から見えてて、糸みたいに伸びてるわけですよ、外に。で、その中から欲しい情報をもうまるでインターネット検索するみたいにビュインって取り出して、シュパーン、サン、あ、サンサン、シュンシュンションションみたいな、世界から自由にこう取捨選択して取り出せると。車とかももうビューンってね、自由に操れたりとか、もうテレビとかも勝手につけられるし、相手の使ってるテレビとかに勝手にアクセスして自分の姿をそのテレビの中に映すとかもできるし、相手のものなら操れちゃうという。2つのパソコンをもう同時に、あの右手左手で別々に操ることもできる。例えば右手のパソコン側で何か難しい論文みたいなものをブワーって調べながら、こっちの左側のパソコンではなんかエロビデオを見るみたいなね。もうマルチタスクがめっちゃできるわけですよ。パパカパカパパタカタカタカって。で、それをあの何も知らないあのおじさんはその様子を見て、この人すげえ。向かってくる敵たちももう痛快にぶっ殺していくみたいな、こういう爽快な感じなんだけど、だけどこの薬のせいでこうやっぱルーシーという存在そのものがこう自分の運命そのものが変わってって言ってしまってっていうところにすごくね、ちょっとこう切ないドラマがあってね。この先中盤以降のネタバレが含まれるので、ルーシー見てない人は気をつけてください。韓国マフィン韓国マフィアの美味しそうだな、韓国マフィン。韓国マフィアのチャンっていうだから人がいて、麻薬売買の人で、そいつに入れられてしまった青い薬でルーシーがうわーってこう覚醒して、だからチャンさんが復讐しに来るわけですよね。いろんなテスターをルーシーにやっていくわけですよ。だけどマジでルーシー強いから本当に勝てないの。一度も苦戦せず本当にボッコバコなんですよ。ルーシーって人の体も操れるようになったから、わーってマフィアのやつがわーって向かってくるんだけど、それをルーシーがヒュッてやっただけで、わー体がわーって浮かんでいって、もう何も手も足も出せないみたいな、わーみたいな向かってくるマフィアがどんどんこう天井にその間ルーシー顔色一つ変えずにスンスンボコボコドーンドーンシュパーンみたいなもう何汗一つかかない、顔色一つ変えないで、だけどっていうかだからこそっていうか、ここにドラマがあって、でルーシーこの薬入っちゃってるから24時間以内に死んじゃうんですよね。それルーシー自身もバッてもう自分の体が変わった時にもう直感的に理解して、もう全知全能になったようなもんだから、だから24時間後に死んじゃう前に私はこの世界に何かを残そうと思って行動を開始するわけ。だから話の本筋的には
そっちなんですよね。タンっていうそのマフィアたちとの死闘を描くみたいな本筋じゃなくて、あくまでそっちはサブっていうか、自分がこの世界に何かを残そうと思って動いてるルーシーに向かって小林のようにブンブンって飛んでくるチャンたちがいるから、それをパチンパチンって殺してるだけで、話の本筋はこっちなんですよね。ルーシーがこの世界に残そうとする何かみたいな、死んでしまう前に、死んでしまうっていうか、死ぬっていう表現でもまたもうなくなってしまう展開になるんですけど、この薬で覚醒してしまう前のただ普通の女子大生としてのルーシーは本当に平凡で、これがこの薬によって人間らしさを失っていくんですよね。その元々の、だからルーシーはもう喜怒哀楽の表現をもうバーってするような女の子だったな、感情豊かなルーシーだったのが、その感情を、人間らしさが消えていくんですよ、だんだん。まあ、そこにサポーター的な役割で、なんか大学教授みたいな男のモーガン・フリーマンが演じてる男と、あと刑事の男がサポーターみたいなので出てくるんだけど、まあ、ルーシーの手助けをする。でもほら、ルーシー一人でもう何でもできちゃうから、もう別に強いし、もう頭もめちゃくちゃいい、全部わかってるから頭の中で、だからぶっちゃけ必要ないわけじゃないですか、その助けなんて。だからその刑事の男も、いや俺必要あるってね、ルーシーにほら尋ねるじゃないですか。俺なんてだっていらなくない、一人でできるじゃんって。だけどその時にルーシーがね、思い出作りっていうのね、人間としての喜怒哀楽ももうこの時点でほぼない自分なんだけど、だけどそのルーシーっていう一応女の子として、その平凡な女子大生として最後に男と二人きりでこうやって一緒に何かをするって、まあ要はデートみたいなもんで、今やってることはデートもクソもない人ぶっ殺して何か奪ってみたいなことやってるだけなんだけど、この思い出作りとしてあなたには来てもらってるみたいな、これがだからこの映画の要はドラマ部分っていうか、人間だった女の子がさ、人間らしかった女の子がそうでない何か上位の、言ったら上位的な何らかのこう存在にこう変わっていく中で、失っていくルーシーらしさ、私らしさをものをこう残すために、こう男を一人必要ないんだけどつけて、そうキスなんかもしちゃったりして、そう思い出作りってね、なんかうわってなるよね、切ないよね。そうしてたらもう脳の使用率がね、20、30、40、50、60、70、80、90、99%100% つって、もう脳の使用率がもうとうとう 100% になって、そうなるともう全てを、この世界の成り立ちをがもうね、知っていくわけじゃないですか。もうあのシーンやばくない？もう最後のはそのクライマックスの全部をルーシーがこの世界の全てをこうブッシャーンって瞬時にして、多分時間にして多分ね、もう 0.00001 秒とか、もうそういうレベルの多分一瞬なのよ、ルーシーにとってはあれって。もうそれが、でも映画の中ではほら映像化されてったじゃないですか。シュン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 って、この世界の始まりから、シュン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 、プシュプシュって、もう、で、ルーシーが変な、一緒のなんか、猿みたいなやつとさ、ルーシーっていうその猿がいて、そいつと、E.T. みたいなことしてんのね、友達みたいな。ウィーって手と手、あの指と指シャーってやって。で、その宇宙のこう作りから何からがもう、ブシュー。この映像やばいっすよ。ルーシーがこうやってこう椅子に座ってるんですけど、もうその間にこう風景、周りの風景が、ビャン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 。もう変わっていくん。もうそれをルーシーはスン、スン、ホワンみたいな、こう自由に操って。あ、そしてすべてを理解する。そしてルーシー自身もすべてになるというか、この世界の多分あれは一部にね、なったんですよね、きっと。わかんないけど、ルーシーが世界になって、で世界がルーシーになるという、ルーシーの物語ね。だからボタン、僕らがこうやって生きてるこの辺にもルーシーとかがいて、ルーシーの分子みたいなのがピューって漂ってるんですよ、僕らの生きてるここでも。だから僕が夜な夜なエロい動画を見てイエーイってやってるところもルーシーに見られてると思うと興奮しますね。